ここ数日、自民党の派閥の政治資金パーティーの裏金問題をめぐっていくつか重要な動きがあって、まあ、特にこの動画のタイトルとサムネイルでもある通り、宮沢博之防衛副大臣っていう人は、まあ、この人は安倍派の人で今般の,その人事によって更迭された人なんですけど、まあ、この人がかなりこの問題に関してその派閥の関与を暴露したり、そのかなり重要な発言をしていたので、まあ、この宮沢副大臣の発言を中心にこの動画では取り上げていこうと思うんですけど、まずこの最初に言っておきたいのが、今言った通りそり、宮沢副大臣の,この発言っていうのがタイトルと サムリにあると思うんですけどあの全然釣りじゃないですからね、これ釣りかなって思ってあのクリックして、これ今再生してる方もいらっしゃるかもしれませんが、あのまあこれあの実際この 発言がなされ,なされた際の,そのえ動画っていうのはテレビ東京がアップしてましたので、まあ、そのリンクも概要欄に貼っておきますので、まあ、それもぜひご覧いただきたいと思いますし、まあ、あのこの動画でも後々この発言そのものも取り上げますので、まあ、ぜひ最後まで見ていただきたいと思うんですけど、まあ、まずえここ数日の国会の動きとかを振り返っておくとまずおととい松野官房長官に対する不信任決議案っていうのが立憲民主党によって提出されたわけなんですけど衆議院で、まあ、そ,れそれに関してはその自民党と公明党の反対多数で、まあ、否決されてしまったとっっいうことがまずおとといありました。 それで昨日…えーな 昨日立憲民主党はその内閣不信任決議案、岸田内閣そのものに対する内閣不信任決議案っていうのをえ衆議院で提出して、まあ、これもあの自民党と公明党の反対打数によってえ否決されたわけなんですけど、まあ、このえ松野官房長官に対する不信任決議案も、えー、内閣不信任決議案も、まあ、これ立憲民主党が提出して、まあ、共産党とかは去年とか、こ今年の通常国会でもあったと思うんですけど、内閣不信任決議案とかまあいつも賛成していて、まあ、それは野党として当然のことだと思うんですけど、まあ、その野党としての当然のことをやらない政党っていうのが、野党を称しているっていう現状があって、まあ要は その国民民主党とか維新とかは、以前はなんか内閣不信任決議案に関してなんか茶番とかいろいろ変なあの言い訳をつけて棄権したり反対したりということもあったと思うんですけど、今回はその維新も国民民主党も共産党も令和も,レワーもまあ全部、野党の全部がそのえ松野官房長官に対する不信任決議案も内閣不信任決議案も賛成したっということで、いろいろヘリクトをつけてその内閣不信任決議案に対してなんか反対とか棄権するようなことを。 過去にはやっていたそういうなんか与党の補完勢力としての動きもいろいろと見,て見せていたようなそういう国民民主党とか維新みたいな政党すらもそのその内閣不信任決議案に賛成せざるを得ないほど今の、まあ、岸田政権というのはかなりその国,民に国民の声によってその追い詰められているという、まあ、そういう状況があるということが、まあ、こうしたことからも明らかだと思うんですけど。まあこの 官官房長ののの不信任決決議案っていうのは、まあ、ささっっっきもも言たた通り、その自民かか公明とかの反対多数にによって否決されたにもわらず、まあ、岸田首相っていうのは、この、き昨日内閣不信任決議案が否決された後、まあ、記者会見を開いて、まあ、その、きのその、明日、まあ、要は、今の時点から言うと、今日ですけど、内閣の人事を行うっていうようなことを表明したんですね。 15人ほどいるんですが、その,その15人を全部更迭して、新しい人でその安倍派以外の派閥かその無派閥の人を登用、まあ、するというような、そういう方針だったみたいなんですが、まあ、当初は。とはいえ、そ,、まあその後、まあ安倍派からちょうど反発があったのか、お、ま、そ、あ、らくあったんだろうなとうう思いますけど、まあ、そういうこともあって、その大臣と副大臣の安倍派の議員というのは全員更迭するという方針は変え,、まあ、変えはなかったわけなんですが、まあ、政務官に関してはまあ自主的に。 な反対にするっていうことで政務官自身の,、まあ、そのじ政務官に関しては全部安倍派を一掃するっていう方針は取っていないみたいなんですが、まあ、要はその大臣と副大臣に関しては安倍派を一掃して、まあ、他の派閥とか無派閥の人を登用するとでその中で松野工場官房長官も今安倍派に所属していて、まあ、そ,それでその安倍派の派閥の正式パーティーにおいてその松,の松野長官もそのなんか1000万円を超えるほどの裏金があったっていうようなことが報じられていて、まあ、それが連日国会でも記者会見でも松野長官に関しては追及されていて、まあ、それでその今回の人事 によって松野長官も更迭されたわけなんですけどつい先日まあ昨日。 おととい、松野長官に対する不信任決議案に関してその自民党、公明党は反対,しておきな反対して否決しておきながら、まあ、岸田政権、まあ、岸田政権の,あの閣僚というのは当然自民党議員ですからみんなこの決議案に関しても反対の票を入れていると思うんですけど、まあ、そういうふうに反対の票を入れておきながらその数日後に、えー、更迭して、まあ、新しい、まあ、確か林芳っていうそのこの人は前外務大臣で岸田派の議員なんですけどその人を登用するということで当然その官房長官としての職にを置いておけないとうう思ったから更迭したということです。 でしょうからその当然そう,そう思ってたんだったら不信任決議案にも賛成するっていうのが筋っていうか、まあ、当然そ,そうしたことをやられる前に更迭しておくっていうのがやるべきことだと思うんですけどそれに関してもその反対票を投じてその後に更迭するっていうのは本当もう国会軽視極めにないっていうふうに思いますし、まあ、これは岸田さんが始めたことではないっていうかそのまあ安倍政権以降かなりその国会軽視の姿勢っていうのを あの、まあ、安倍氏が岸田政権っていう自民党政権は取り続けているので、別に岸田さんが始めたことでもないですし、ま、全く真新しいことでもないとは思うんですけど、まあ、この、この件に関してもやっぱり、この、岸田政権の国会決しぶりっていうのが透けて見えるなっていうふうには思いますよね。そうした中で、この安倍派にいるっていう理由で、まあ、この更迭された副大臣の一人が、まあ、この宮沢博之防衛副大臣っていう人で、まあ、この人は、えー、昨日、えー、多くの記者の、その、ぶら下がり取材みたいなのに応じて、まあ、その中で、まあ、この、政治資金パーティーのキックバックに関して、派閥の方からかつて。 収支報告書に記載しなくていいといいいとう指示がございましした。止報告書に記載しないでいいと言われたとしても、これは厳正に管理しなくちゃいけないと、そういう風にまずは感じたので、別会計を設けて、しっかりと政治活動として管理していこう、そのように私は決意し、指示をいたしました、という風に発言して、そうした風にその記載しないでいいっていう風に派閥が言った理由っていうことに関しては、まわ、あ、からないっていう風にした上で、まあ、この不記載っていうことに関して、その指示を受けたときにどう思ったかっていうことを問われて、まあ、大丈夫かなとは思いましたけど、これで長年やってきてるんだったら、適法 ななのかなとそういうふうに推測せざるを得ませんでしたので、指示に従ったというふうに発言して、さらにまあ不記載っていうことに関しては、お詫びの意を表明した上で、この裏金自体のその使途自体は厳正,厳正だったとっいうことにした上で、まあ、領収書とかもきちんと残して、そのちゃんとその管理していたということを説明した上で、厳正に管理してきて、この結果、まあ、この結果っていうのは公迭されたってことですけど、ですか というのは大変残念で悔しい思いですというふうに言って、まあ、具体的にどういうふうに厳正に管理してきたかということに関しては、まあ、この政治的活動、まあ、要はこの裏金ということに関しても、この記載していなかった分の金に関しても、政治的活動に利用していたというふうに説明していて、まあ、具体的にはその団体、さまざまな団体の年会費ですとか、あとまあ政治的な交際費ですとか、まあ、そうしたことに使ってきたというふうに説明していて、まあ、具体的な額としては、2020年から2022年までの3年間に140万円記載していなかったということで、 まあこれに関してはその2020年の、まあ、確か冬、あ2月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その頃からそのコロナが入りだしてそれによってその自民党の,この政治資金パーティーの,そのパーティー券の売るそのノルマっていうのもちょっと低くなったらしくて、まあ、その2019年まではその宮沢議員っていうのも2012年初当選でそこまで7年ほど19年の時点でやっていた,みたいな議員はやっているわけですけど、まあ、そこまでそのベテランっていうわけでもないってこともあってか別にあのノルマをそ,それまでその まあ、超過しててて売るってことはできなくてむしろその自分の自己資金を投入してその補填してそのノルマを達成していたっていうような説明をしていて、まあ、ですからそう,そうしたと,と時は、その超過がないわけですから、キックバックとかもないわけですから、まあ、不記載の分もないわけですから、まあ、その2020年にその、まあ、コ,ロコロナの影響でそのノルマが低くなって、それでその、まあ、あのノ,ルノルマ超過分が出てきて、まあ、それによってその140万円不記載が生じたっていう、まあ、そういうような説明をあの、まあ、この宮沢議員っていうのはしていて。さらにまあこの このタイミングでその、ほ、まあ、他の,あの自民党議員とかは一切その説明せずに逃げているわけですが、まあ、このタイミングで、まあ、この裏金問題に関して詳細を説明したということの理由を問われて、え事務所における精査が行ったということが一つ、それから副大臣人事、直接は聞いておりませんけれども、ご存知の通りの結果、更、ま、迭、あ。 口徹のことを指していると思うんですけど、まあ、となったわけでございます。一時の感情と言ってしまえばそうかもしれませんが、その判断はないだろうと、そういう悔し,悔しい思いでそれと、もう国民の皆さんに開示する時が来たと私は判断しましたので、申し上げたところでございます。で、こうことで、まあ、これ以外にもいろいろとちょっと重大な発言を宮沢議員が、宮沢議員はこの会見の中でしてますので、まあ、それについてはちょっと後々あの触れていこうと思うんですけど、まずちょっとここでいくつか言っておきたいことがあるので言わせてもらうと、なんでこのタイミングで宮沢議員がその、 いろいろと詳細を発あの説明したのかっていう、まあ、その動機に関することをちょっと考えていこうと思うんですけど、まず、まあ、当然この、まあ、この本人が言っているりこり、この安倍派っていうだけで、まあ、そのこの副大臣をその辞めさせられるっていうそうしたことになったわけなんですが、まあ、そうしたことに対する、まあ、おそらくこれ、岸田さんを名指しはしてませんけど、まあ、これ、その更っていう判断をしたのは岸田さんですから、まあ、岸田さんに対する憤り。 としか、まあ、解釈のしようがないと思うんですけど、まあ、そうした行き憤りが、その、まあ、一時の感情っていう風に本人言ってますけど、そうしたことに対する行き憤りで、まあ、勢いって言ったら、ちょっと変かもしれませんけど、まあ、一時の感情っていう風に本人言ってますから。まあ、そういうような、あの、ことに対する、まあ、感情的な反応っていうもの、も、まあ、この説明をするっていうことに、営業したっていうのは、まあ、まず、本人が言っているようにあるんでしょうけど。さらにも、もう一つ思うのが、この、今、当然、その、まあ、いろんなところで報じられているように、その、東京地検特捜部っていうのが、まあ、いろんな地方から、その、検事を何十人も呼んでっていうこともあって、来年の通常国会が始まるまでに、かなりきちんと、その。 捜査をもう行き届なくさせたいっていうような、そういうようなことであの、かなり捜査体制を固めているっていうことがあって、まあ、安倍派の議員に対して聴取をしているっていうような、そういうような報道もありますから、そうした中で、やはり、まあ、宮沢議員っていうのも当然、安倍派の議員で、まあ、捜査を受けるっていうことはあの、そうでされるわけですけど、まあ、自分がそのこ,うこうやって早く説明することによって、東京地検からの厳しい捜査とかからを逃れようとか、あと、後々、もしかしたら、その、処、まあ、方まで行くっていうのは可能性は低いかもわか,分かりませんけど、そういう、その、まあ、法的な処罰、 がが厳ししくなるるっていううこことがそうしたことそたを避ける、まあ、要は、そういうその保身的な理由によってその、まあ、先走って説明したっていう、まあ、そういうい要素も、まあ、本人は否定するかもしれませんけど、こういうことを本人に言ったら、まあ、そういう要素も別に全くないっていうのは多分言えないっていうふうには少なくとも思っていて、まあ、そういうような要素もおそらくまあこの説明をするっていうことに至った動機としてはあるんだろうなっていう,ふうに思いますが、まあ、とはいえあの、この行動そのものっていうか、そのきちんと、 あの、ここまで詳細を説明した自民党議員、まあ、ここ、この疑惑が取りったされい議員の中で多分初めてだと思いますから、まあ、そうした形でその公開の場で、もう全部そのきちんと詳細を真実を包み隠す、まあ、包み隠すっていうか、まあ、具体的にその誰がその不記載の指示をしたとかとか、そういう実名を出していないところはなんか、そういう実名も聞かれてもなんかあんまなんかよくわからないみたいな答えしていて、具体的に 誰がその派閥の中で指示したとかはあの言ってないんですけど、そういうなんか突っ込みどころもいくつかあるとはいえ、やはりこうした、ここまでその詳しく説明したっていうのは自民党議員の中では初めてだと思いますから、まあ、この疑惑が取り沙汰されている自民党議員の中では、こうした形であの詳細を説明するっていうこと自体は、やはりまあ国民の知る権利っていう観点からも、やはりまあ知る権利に資するような行動であるっていうふうには思いますから、全く説明せずにそのなんか捜査中だからとか、精査中だからとか言って逃げている他の議員とか閣僚よりははるかに誠実ですし、まあ、この行動そのものはまあ一定の評価にあ 対するんだろうなっていうふうには、まあ、そもそもそういう問題を起こすなっていう話ではあるんですけど、問題を起こして議員の中ではまあ評価できるような対応をしているんだろうなっていうふうには思いますよね。であともう一つ思うのが、まあ、この不記載っていうことに関して、あの派閥によって支持されて、それによってまあ自分はあんまり納得してなかったっていうか、大丈夫なのかなっていう思いもあったけど、あのまあ、みんなやってるんだから不記載にしちゃったみたいな、そういう説明をしているわけなんですけど、まあ、確かにその、 まあこの宮沢議員っていうのはさっきも言ったように2012年に初当選で、そこまでその自民党の中ではあの地位が高いわけでもないですし、派閥の中ではおそらくまあ一平卒みたいなそういうあの平っていうか、 別に派閥の中で何らかの立場にあるというわけではないですし、まあ、防衛副大臣という立場にあるとはいえ、派閥の中では何の立場もないような、そういうような議員だと思いますし、さらにまあ金額に関しても140万円ですか、まあ、3年間で。ですから、あ他のなんか1000万円単位でいろいろ裏金をやっていたというような議員とか比べると、警備であるというふうにはま言えなくもないと思いますし、さらにまあ使徒、使途に関してもまあ本人、この本人が説明している通りであれば、別にそのなんか遊ぶたびに使っていたとかそういうわけでもないでしょうから、の使途自体も別に問題があるというわけではないという。 そういうあのことを総合的に勘案すれば、やはり、まあ、そこまでそのこの問題でその何千万円も取り沙てされていて、それで使っているところがどこなのかも一,一切説明していないとか、そういう議員に比べれば、問題のある議員の中では、まあ、まだ問題のないあの部類なんだろうなというふうには思うんですけど、まあ、とはいえ、さっきあのこの今問題があると言った通り、そり、不記載という政治資金収支報告書にその政治資金というのはきちんと全部記載して、その国民の普段の監視のもとに、えー この政治資金というものをさらさなければいけないという、そういうような趣旨ですから趣旨で政治資金規正法というのはあるわけですから、それでその、派、ま、閥、あの指示とかあったとっいうのは確かにそうなんでしょうけど、そもそもそういうことをやる派閥である、安倍,安倍派がそういうことをやる派閥であるというのは、あのまあ、政治について少しでも関心がある人なら、あんまりそのあ驚かないというか、まともな人間なら驚かないというふうに思っていて、だって安倍晋三っていう人は憲法違反の集団的自衛権の閣議決定を無理あの、論理になってもいないような論理で強行して、 それによってへへ、えー、憲法違反の安保法制を成立させたっていう、まあ、そういうそあのと,ところが、あ,あの件がおそらく一番象徴的だと思うんですけど、そのルールを日本の,その社会において重要なルールである憲法みたいなルールすらも守らないような、そういう安倍晋三っていうろくでもない政治家がトップを務めている派閥で、その中においてその、まあ、法律を守らないような行為が行われているっていうのは別に、まあ、そんなに驚くことではないっていうか、その想定できるだろうっていうふうに思いますよね。別にその宮沢議員がその率先して別にやりたくてやったっていうわけで、 では不記載っていうことはそのさっきも言ったように正式に規制法違反ですからそうしたことを主体的にやらかしたっていうのは確かですからこの 宮沢さんも、まあ、国会議員という公長に立場についているいい大人ですから、そうしたことを主体的にやったっていうことは否定できないわけで、やはりまあみんながそのなんか赤信号をみんなあの渡っていたから、自分も赤信号を渡った,渡っただけですみたいな、そんな言い訳はあの通用しませんからね。しかもその赤信号の時に横断歩道を渡るような集団であるっていうことは、少しその考えれば想定で,できるようなことですから、安倍派がそういう集団であるっていうのは。ですから、そういうところに主体的に所属して、そういうところで主体的に不記載をしたっていう。 点でやはり、まあ、この宮沢議員っていうのもあの責任はそうした責任は免れないと思いますし、まあ、批判は私もしていきたいというふうに思いますから、まあ、ですから、まあ、あのこのなんか今言ったようなその発言とかを見返してみるとなんかいろいろとそのなんか厳正に自分は管理してきたのに更迭するのかとか、まあ、確かにその不記載ってことに関して一応おわびはしているもののそういうような,なんか厳正に管理してきたとかそういうような強調していることを強調している部分が多くてなんかあんまりその不記載っていうその自分が不記載っていう犯罪を その違法行為を犯したっていうことに対するその罪の意識っていうのがちょっと軽,軽いんじゃないのかなっていう、なんかそういうようなニュアンスを感じ取らざるを得ませんので、まあ、きちんとねそこは確かにその厳正に管理してきたっていう、厳正っていうかそのそもそも不記載の一点で全然厳正じゃないんですけど、まあ、使都自体は別に問題なかったっていうことを説明すること自体は別にまあ何も。 それ,そ,れそれもその使途も説明する必要はありますから、それに関してはきちんと説明するっていうことも必要なことではあると思うので、それをするなとは言いませんけど、とはいえ、それをなんか、ここまで強調してその不記載が、自分が不記載を行ったっていう違法行為の,その罪をなんか軽くしようとするような、そういうようななんか、人がちょっと透けて見えるような発言だったと思いますので、この記者会見でこの宮沢さんが行った発言の数々っていうのは、まあ、そういうようなところはどうなのかなっていうふうに思いますし、派閥の指示を受けてやったっていうことで、 宮沢さん本人がその率先して行ったわけではないにもかかわらず肯定されたっていうことに関するなんか悔しさみたいなものはわからないではないですけどとはいえやったことはやったわけなんですからそこに関してはきちんとそのなんか変な言い訳をせずに潔くまあお詫びをするっていうことに徹した方がよかったんじゃないのかなっていうふうにはまあ思いますよねでまあさっきも言った通りこの発言にとどまらずさらにいろいろと宮沢議員は重大な発言をしていますので、まあ、そのいくつかをちょっとえ取り上げていこうと思うんですけど宮沢議員は次のような発言もしているんですね多 と私は推測いたしますですでけれどもはゃべるな、しゃべるな、これですよ。まあ、これ、かなりあの動画見ていただければ分かりますけど、かなり怒ったようなあの口調で言ってるんですけど、多くの議員が多分適正に管理していたでありましょう。パーティー券なんですから、しっかり管理していたやましいことなんか、不記載はありますけども、使徒においてやましい思いで使っている人なんていないはずです。だから早く説明して身の潔白を証明したい。多くの議員がそう思っていると思います。 逆に私がこうやって先に喋ってしまったことは仲間のその我慢というものを裏切ってしまったかもしれないそして今地元のじ事務所にも国会の事務所にも何も私は相談せずに答え,して,答えてしまいましたそれについても事務所の皆さんに迷惑をかけているかもしれない,れないそういう思いでありますけどもでもことここに至った限りにおいてはもう喋るしかないそう思って決断したところでございますというふうに発言してそれに対して記者が喋るなというのはまあ誰から言われたのかっていう総理なのか派閥会長なのかっていう、まあ、そういうような質問をしたんですがそれに対して宮沢 議員は総理は違いますね、派閥の方からでございますというふうに答えて、それに対してま,あまた記者が指示はそういうその派閥からしゃべるなっていう指示をされたっていうことは間違いないっていうようなことを聞いて、もうしょうがないですね、ここまで私が喋ってしまったら派閥から追い出されるかもしれませんけど、指示はございましたというふうに発言したんですね。で、これに関してはまあかなりちょっと勇気ある発言だなっていうふうに思って,思っていて、あのこのキックバックに関して不記載にしろっていうふうに指示を受けたっていうことに関していろいろと言ったりしたっていうのは、なんかその捜査に関してそ、そうに関して、 あのそこの東京地検の捜査がいろいろ行われている中においてその自分の罪を軽くしようみたいなそういうような思惑も透けて見えるみたいな、まあ、そういうようなことも考えられるとは思うんですけど、まあ、これにこっちの,その派閥のから喋るなっていう風に言われたっていうことに関してはどうなんですかねそれを言うことによってそのなんか罪が軽くなるとかそういうようなことってあんまり なんか考えにくいっていうふうに思いますしむしろこうそんなこと言ったってその派閥の中の立場は悪くなるだけですよねまあそ,それも政治資金に関してその不記載に関してもあの派閥の関与を言っちゃったんだからもう言っちゃおうみたいなそういう気持ちだったのかもわかりませんけど、まあ、派閥のによってその、まあ、しもう喋んなって言われたとかそういうことを言ったっていうのはやはりさっきの最初の方の発言よりも勇気が必要な発言っていうふうに思えなくもないですので、まあ、やはりこれに関してもその国民そう,そういうような指示が行われていたっていうのは、まあ、別にな誰もその驚く ようななこととではないと思い思ますしみんなその同じように捜査だからなんか説明できないとか精査中だからとか言って疑惑が取りざたされている安倍派の議員がみんなそういうことを言ってるっていうのを見ても裏で口裏合わせしてんだろうなっていう,ふうには思っていたと思うんですけどそれをわざわざその、まあ、防衛副大臣という現職の立場で認めるっていうのは、まあ、一定の勇気がいる発言だと思いますし、まあ、これも国民の知る権利に資する発言ではあると思うので、まあ、それでま言わないよりは言った方が良かったっていう,ふうに思いますし。 まあこれが、そあと宮沢議員のこのなんか妄想でこのなんか言ってるっていうわけではないっていうことは明らかで、おそらく実際にその安倍派に向いてその派閥の方から、あんまりこのことに関しては、こういうふうにその捜査中だから、あんまあの説明できないっていうふうに言おうっていうふうに口を裏合わせされてるっていうのは容易に想像できることっていうか、実際もう絶対そうなんだろうなっていう,ふうに思っていて。 まあ、というのもえ、橋本聖子元オリンピック担当大臣も、まあ、この人も何千万円もその裏金があるっていうようなことが報じられていると思うんですけど、これ、多分昨日ののことだったと思うんですけど、え昨日記者の取材に対して、まあ、ぶら下がり、昨日受けて、それ以上やめてくださいと言われちゃったっていうふうに発言していて、まあ、具体的に誰から何をやめろっていうふうに言われた。 っていうことは言っていないわけですけど、まあ、これ絶対そのまあ安倍派の、まあ、この橋本議員っていうのは安倍派の議員ですから、安倍派の派閥の誰かから、もうそんなに説明するなとか、喋るなっていうふうに言われたっていうことはま明らかだと思うんですけど、まあ、それ以外にもさっきも言ったように、の他の議員もみんな捜査中だから、えー、なんか捜査に影響を与えちゃいけないから説明しないとか、あと、精査中なのでちょっと待ってくださいみたいな、あと、閣僚とかだと政府の立場としてそういうことに言う、個人の政治活動に関して言うのは差し控えるとか、まあ、そういうことも言ったり、まあ、あと、ひどいのだとその、これも前の動画 取り上げましたけど谷川八一議員がそ,のなんかそういう,そのなんかもう説明できない説明できないとかあの言い続けていたのに対して、まあ、記者がいろいろ追及したのに対してなんか頭悪いねとか,か逆切れみたいな対応をしたっていうことまで聞ひどい議員だとありましたから、まあ、そういうことを見てもやはり実際その安倍派の中で口裏合わせが行われて、まあ、こそれに関しても詳しい説明はしないっていうような方針が取られていたっていうのは、まあ、確かなんだろうなというふうに思い,思いますよね。えここここのののののの宮沢駅員のこの会見ってていいうのはさららについて、まあ、このえ記者か 行われている現状っていうものがある中において、今この派閥、この安倍派の派閥に対して求める対応っていうのは何かあるのかっていうふうに聞かれて、それに関しては宮沢議員は、もう各議員の判断で動く段階に来ているかもしれません。派閥がみんな揃って身の潔白を証明していこう、ちゃんと修正していこう、そういうリーダーシップを早く取っていただければ、私もこうやって仲間を裏切って早く説明することはなかったと思います。ですから、派閥に何を期待する、もう私には分かりません。 っていうふうに発言していて、まあ、これは本当にもう正論っていうか、本当その通りだなっていう,ふうに思っていて、まあ、この宮沢議員以外の、えー、ほとんどの安倍派の議員っていうのは、まあ、みんなその捜査中だからとか、精査中だからとか言って説明から逃げているわけなんですけど、派閥の,そのトップの方の人間があのこれを説明しないようにしようとか、精査中だからっていうふうに逃げようとか、そういうふうに決めてあの説明 を説明しないように、まあ、喋るなっていうふうに言われるっていうことなんでしょうけど、そういうその派閥の利己的な論理よりも、その国民の知る権利っていうのをきちんと優先して、まあ、やはりみんな、その疑惑が取り沙汰されている。その安倍派を中心とした自,自民党議員の人たちは、みんなきちんとその真実を、話すべきだというふうに思いますよね。その、なんか、捜査の途中だから説明しないとか、そういうような説明っていうのは、全くその言い訳にもなっていないっていうふうに思っていて、何週間も、もう、この問題が取り沙汰されてから、あ経ってますから。あの、もう、そ、それは一定程度の、その認識っていうのはあるわけですから、みんな。 絶対だからそれをきちんと表明して国民の知り権利に応えるっていうことはやはり国民の知り権利っていう観点からもそうしたことはやるべきだっていうふうに思いますしさらにその検察の捜査っていうことからもその別にそのなんか真実をそ,のそれぞれの議員が。 の公に発信すればそ,のそれによってその検察の人たちの耳にもその発言というのは当然入るわけですからなんか捜査をその直接その検察がその議員にあって対して行ってそれを調べるという,うういうような手間が,手間がその少し省けるというかそのこの議員はこういうふうなことをやっていたんだなというそういうようなその少し全体像というかそういうようなイメージが検察の中でも湧けばそのきちんとそのまあ 議員が真実を話せばっていう前提ではありますけど、きちんと真実を話せば、そういうことになるわけですから、まあ、そういうふうに話さないっていうことこそ、むしろその国民の知る権利っていう観点からも問題があると思いますし、検察の捜査を円滑,円滑にするっていうことからも、何も言わないっていうのは、むしろ検察の捜査を難しくするっていうふうに言えるとも思いますから、まあ、そういう意味でも、その検察の捜査っていうのは、 全然その説明をしない言い訳にはならないんだろうなというふうに思いますし、あとさらにまあこれに関しては、昨日の報道1930ていう BSDBS BS の番組で、郷原信夫弁護士っていう、この方はその以前、東京地検特捜部の検事だった方なので、こうした問題に詳しい方っていうことで、メディアとかにも時々出ている方なんですけど、この方によると、のこの件に関して政治資金規正法違反の,その不記載で立件するっていうのはちょっと難しいっていうような見立てをそのま郷原さんっていうのは示していて、その理由っていうのは、要はその自民党議員のほとんどっていうのは、 あの政党支部とかの政党支部としての政治団体とか、あと、まあ、資金管理団体とか、そういうふうになんか複数の政治団体を持っている議員が多いみたいなんですね。その中において、その、まあ、当然、その裏金っていう、このキックバックの裏金っていうことに関しては、その具体的にそのどの政治団体の不記載としてその立件するのかっていう、その1つの団体が特定されないと、その、 まあ不記載ていうことに関して問えないっていうような、まあ、そういうような見立てを郷原さんは示していて、まあ、これ実際そのどうなのかなっていうのはちょっと分からないっていうか郷原さんもおそらくその元々東京地検の検事だった方ですから一定の信憑性はあると思うんですけど、まあ、検察はさっきも言ったようにその東京地検特捜部は各地方からその何十人も集めてかなりその異例の体,体制 というふうに言えるような体制で、あのかなりあの強,強力にその、ま、次の、えー、通常国会が来年1月に始まる前にそのこの捜査に関して一断落させたいということで、ま、安倍派の議員に対して直接に直接聴取にも行っているとか、ま、行こうとしているとか、そういうような報道もありますし、そういうようなことを見ても、ま、誰も立件されないというような、そんなことがもしあれば、それこそ,その国民 感情としては全く納得がいかないですし、その明らかにそのキックバックなんかして、その具体的にそのどの団体の不記載ていうことをその議員側がそののなんか認識し,していなかったとしてもそのど、どっかの政治団体の政治資金としてそのか書いておくべきだ金だったっていうのは明らかなんですから、でもそれはそのどうにかその立件できないのかなっていうふうに、法律の趣旨には明らかに違反しているわけですからね。その具体的にどの,どの政治 団体に記載すべきだ金だったかっていうあのことはともかくとしてですからやはりどうにかしてその実現できないのかなっていうふうには思いますがまあ、それはともかくとしてその仮にその法的にそのなんか実現できないっていうふうになったとしても。 これ道義的な説明あの責任っていうのは全く免れないでしょうっていう,ふうに思うんですよね。でそもそもその、まあ、さっきも言ったりそり、その不記載ってこと自体がその法の趣旨に反する、まあ、このルール違反、控えめに言っても脱法行為ですし、まあ、はっきり言ってしまえば違法行為だと思いますから、その,その点でまず一つ、その道義的な問題っていうのはありますし、さらにその、まあこの、なんでその不記載にするようなことがその横行していたのかっていうこともありますよね。 ですからそれはその当然その不記載にしていた他に関してもどっかに使途があるわけですから宮沢議員はなんか。 みんな、身の潔白を証明している、したいって思っている、みんな、そのなんか、やましいところに使っている人なんかいないみたいなこと言ってたけど、言ってましたけど、それに関しては、なんか、自民党議員の倫理意識をその高くちょっと見積もりすぎなんじゃないのかなっていうふうに思っていて、宮沢議員本人がどうなのかは知りませんっていうか、そのまあこういうふうに明らかに自分から言ったってことは、多分そん、そのやましいことがないんじゃないのかなっていうふうに思いますけど、さすがにそ,そういうふうにわざわざ嘘をつくっていう、そういう動機はあんまり考えられないですから、ですから、宮沢議員本人がどうなのかはともかくとして、 他の自民党議員があのそういうそのやましい遊びとかにそういう,どうあの不適切な使い方をしていって。 なかったっていう、あの、保証はどこにもないですし、むしろ、その、裏金を作るっていうことを、その、誰かが始めたわけですから、安倍派の中で、そういうことをやったっていう動機においては、その、当然、何、何のやましいこともないんだったら、裏金なんて作るわけないですからね。特に何千万円も、その、裏金があるっていうように報じられている人たちとか、特に、そうなんじゃないのかなっていうふうに思いますけど、そういうふうに、その、不適切な使途の使い方があったとすれば、っていうか、まあ、おそらく絶対に、ど、誰かは、あ、あるんでしょうけど、そういうような使い方があったとすれば、その、公職の人間である国会議員としての、その、政治家としての道義的。 倫理的な責任ってていうのは当然発生してきますから、まあ、そういうい意味でもそ,そ,その点に関してもあのきちんと注目していきたいっていうか、そういうその論点もあるということも忘れないでいきたいなっていう,ふうに思いますし、あと実際、あのこれも前の動画で取り上げましたけど、自民党の薗の浦健太郎っていう元衆議院議員がいて、まあ、この人はの確か去年だったと思うんですけど、自分の政治資金パーティーの,その収入を収支報告書に記載せずにその裏金として使っていたっていうことが明らかになって、まあ、これに関しては、確か秘書が。 秘書に対して、そのなんかもうこれは記載しないでいいから、裏金でいいみたいな、そういうようなあの指示をするような、そういうようなことをあの秘書に言うっていう、そういうような録音っていうのがあって、それをその秘書が検察側にも提供して、まあ、それがその証拠としてなって、まあ、この政治団体の不記載っていうことを、その裏っていう人は共謀して行ったっていうことが明らかだったから、まあ、それで立件されたっていう。 立憲されて、まあ、有罪判決を食らったっていうことがあったと思うんですけど、その浦っていう人に関しては、このその浦元議員は、まあ、この裏金っていうものをどこに使っていたかっていうと、その銀座で遊ぶために使っていたっていう、まあ、そういうようなことが明らかになっていますから、ですからそ、すでにその自民党でもう一人、去年辞職したばっかりの議員でそういう人間がいるわけですから、ですからそ、それで他にいないっていう保証はどこにもないっていうか、すでに自民党議員でそういう使い方をしている人がいるんですから、他にもそ,そういう使い方をしている人がいるっていうふうに思ってもおかしくないっていうか、もうすでに裏金が、 起こしているっていうことは明らかなんですからそういう使い方をしているっていう人は絶対にもうどっかにはいる,いるでしょうし何千万円も使っている人とか特にそうだと思うんですけど、まあ、ですからこの宮沢議員のまあこの使徒がみんな使徒はみんな潔白であるっていうそういうような認識も自民党議員に対して甘すぎるっていうふうに思いますし,、まあ、しこの使徒に関してもきちんと各議員があの誠実に説明し,しないといけないことなんだろうなというふうに思いますよねあともう一つ言っておきたいのが、まあ、この件に関してその東京地検特捜部がかなり頑張って捜査を進めているってことはさっきから言っている 通りですけど、まあ、これに関して、1つちょっとあの少しネットでも話題になっていたのがその2020年か21年のことだったと思うんですけど検察庁法解約案っていうそういう法案がまあ安倍政権時代に提出されて、まあ、これに関してはその検事総長がその定年延長をその内閣の恣意的な判断によってできるっていうそういうよういよなことを可能にするっていうことによって そのまあ検察が要はその内閣の言いなりになりやすくなるような、そういうようなことを可能にするような、ろくでもない法案っていうのが安倍政権時代に提出されたっていうことがあったんですけど、これに関してはあのツイッターとかでも、ハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますっていうようなハッシュタグだったと思うんですけど、そういうようなハッシュタグがかなりそのツイッターとかであの多くの,その著名人とかもその当時その使ったっていうこともあったと思うんですけど、そういう感じで SNS で批判があの殺到して、それによって、 そういうこともあって、そのこの検察庁法改悪間は廃案に追い込まれたっていうことがあったんですよね。そうしたことが、まあ、もしこの法案が通、誰もその批判の声を上げなくて、この法案がすんなり通ってしまっていたら、今のこの検察っていうのがさらに自民党政権の言いなりになっていてえ、裏金問題に関しても、ここまで厳しくその東京地検特捜部があの切り込むことができなかったっていう、そういうような可能性も大いにあると思いますから、そういうことを考えても、やはりそのネットとかでもきちんとその政権批判とかを声を上げて、 そういうろくでもない法案を廃案に追い込むとかそういうようなことをやったっていうことはもう本当に意味があったことだ,だったんだなっていうふうに改めて感じますしやはりあの今の,、ね、今の,その政治日本の政治状況っていうことに関しても、まあ、今さっきから言ってるようにその東京地検特捜部が頑張って捜査しているってことがありますからそれはやはりそれに関してもその自民党政権に忖度せずにあの まあ検察頑張れっていうような声をネット上とか、まあ、あと、実際の,そのデモとか実際にその現実のデモとかそういうことをや,やれればそれ,それもいいと思うんですけどそういうこともあのもっと意味,意味があることだと思うんですけどやはりまあネットでもあの声を上げるっていうことは全く無駄ではないっていことはこの検察庁法解約案の廃案に関する過程を見ても明らかだと思いますから。 そういうふうに声を上げるっていうことはその検察を応援するっていうようなことも大事だと思いますしあとさらに、まあ、さっき最初の方に言ったようにその内閣不信任決議案と、えー、官房長官不信任決議案っていうのはその自民党と公明党の数の暴力によって否決、えー、されてしまったわけなんですけど、まあ、そ,うなそういうふうにその国会がその、えー、ろくでもない自民党公明党の国民を代表しないような意見を現在持っているような議員が多数を占めている以上やはりその国民一人一人がその不信任岸田政権不信任の声を厳しく上げていくっていうことは大切だっていう,ふうに思っていて。やはりその 政治的なこの警察っていう、検察の追及を応援するっていう以外にも、やはり今の岸田政権、ひいては自民党に政権を任せておいていいはずがないっていうことは、まあ、今の支持率が低下している現状っていうことを見ても、国民のほとんどがそう思っていることだと思うので、やはりそうしたことをきちんとその声に出して、早期の解散総,総選挙を実現しろっていう声で、まあ 岸田政権を包囲して、まあ、解散総政権を実現させて、まあ、自民党に対して歴史的な大,大敗北を味わわせて、それによってその、もうこの腐りきった流れに続いてきた、まあ、自民党の近建政治っていうのを終わらせる、まあ、それ以外にこの問題に関してもそうですけど、まあ、自民党が流れに行ってきた腐った政治を終わらせるっていう方,方法はないと思いますので、まあ、そ,れそのためにも、まあ、私も微力ながら全力で今後も、この問題も含めてその自民党政権の問題点を発信する、まあ、そうしたネット発信を、ここ最近ちょっと、あの まあ色々個人的にいろいろあって、投稿頻度が下がっていたっていうこともありましたけど、まあ、気を取り直して、きちんと強く、この自民党政権に対する批判の声を強めていきたいなというふうには、改めて思っているところです。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もしていただけると大変ありがたいです。ご視聴ありがとうございました。